皆さんこんにちは、森のリーナです。今日の動画は無印購入品を紹介していきます。合計 31.2万円分を購入しました。2万円で31点ってすごくないですか？今日ご紹介するアイテムたちはコスメ、キッチン用品、ダイエット中にこれだったら食べれるっていう食品とか、そして収納グッズを紹介していきます。それでは始まります。スタート。まず最初に紹介していくアイテムがこちら、じゃじゃん、敏感肌用薬用美白化粧水高保湿タイプです。ボディ用の化粧水として購入しました。顔の保湿ケアもがっつりやる派なんですけど、ボディに関してもがっつり塗りたい派なんです。化粧水も使うと見た目に潤いがすごい出て、ボディの肌も綺麗に見せることができるので、顔だけでもね疲れてる時大変なのに、ボディまでちょっと化粧水を塗るってなるとちょっとめんどくさいので、こちらを購入しました。スプレーヘッドトリガータイプ、この化粧水に霧吹きを付け替えるとこんな感じになります。めんどくさかった化粧水がパパッと、もう全身これでくまなくスプレーで完了するので、化粧水にこれ取り付けるのおすすめです。もうすぐね夏になって日差しを浴びることも多いので、日焼け止めだけでももちろん十分紫外線ケアはできるんですけど、やっぱり浴びた後もできればこういう美白系の化粧水を体に使ってあげて、メラニンケアを今年の夏も頑張っていきたいなと思います。続いてこちら、ローションシート全体用。使い方はいつも使ってる化粧水、自分がもう超ベストと思ってる化粧水、お高い化粧水とか、あれをこれにつけるとシートマスクになるっていう、自分が大好きな信頼してる効能がある化粧水をパックにできるっていうアイテムです。これめっちゃ良くないですか？続いてこちら、ローションシート部分用を購入しました。これは目元だったり、このほうれい線とか乾燥しやすい顎周りに使えるこちらの部分用タイプのものです。続いてのアイテムは、じゃじゃん、ルースパウダープレストタイプルーセントホワイトとチークカラーピンクとアプリコット。自分が気に入ったアイテムたちをカスタムして一つのパレットにできるっていうのに惹かれて購入しました。気になってたけど実際買ったことなかったから欲しいなとは思ったけど買うとまでは至らなかったんですけど、ヒヨンの動画を見て、あ、ちょっと私も欲しいなと思って買いました。一つのパレットで顔色をよく見せるパレットが作れたらなと思ったので、チークと色味補正系のマルチカラーパウダーを購入しました。ちょっと入れてみます。カポッとはめます。え、めちゃめちゃ可愛いパレットができました。え、めっちゃ可愛くないですか？すごい夏カラー、やばい、めちゃめちゃジューシー、可愛い。これちょっとテンション上がる。こんな感じでチークもこのルーセントパウダーもちょっとパールが入ってます。カラーはグリーン、ピンク、イエロー、白で、パープル寄りのブルーが入ってるので透明感を出してくれたり、赤みを抑えてくれる緑で、血色感をプラスさせてくれるピンク、このイエローが入ってるとちょっと日本人のお肌に合いやすいようになってるのかなと思いました。で、白はトーンアップさせてくれる効果として入ってるのかなと思います。マルチ系のパウダーはぐるっと一周させて手の甲でなじませます。キラキラ強めですね。全体でのせるというよりもポイントでちょっとトーンアップさせたい箇所のみに使うのがおすすめだなと思います。あ、すごい、めちゃ肌ツヤツヤ、透明感アップ、クリアな印象にさせてくれるカラーだなと思います。ちょっと塗りすぎるとテカってるように見えるので、この頬骨の中心だったり鼻先、顎、眉毛のちょっと上ぐらいにサッとのせるくらいがちょうどいいと思います。チークはオレンジを使ってみます。あ、お、めちゃ綺麗。お、すごいめちゃ肌綺麗。あ、なんかこのチークは
なんかギュッとした肌に見えます。わかるかな。なんかキメが細かく見える。なんかこれパウダーだけなんですけど、ここなんかこんな感じのパウダーじゃなくて、ほらチークの塗ったところが水光肌みたいな感じの肌に見せてくれます。え、無印良品意外にコスメいいかも。ただマジで塗りすぎは注意です。これ映像だから分かりやすいようにお面に塗ってるんですけど、実際使うときは 2,3 回くらい履けるくらいがちょうどいいと思います。あのシャネルのハイライト塗ったときぐらいちょっと潤ってるレベルに見えるツヤ感がチークで出せます。マジでこれは全顔に塗るの注意です。続いてのアイテムがこちら、ほぐしテトラというものを購入しました。これめっちゃ使いやすそうじゃないですか。なんか握りやすいし、サイズも違うんですよ、よく見ると。これ多分買った人も気づいてないかもしれないでレベルのサイズの違いなんですけど、ここが小さくて、でこっちが大きいんですよ。わかります？ちょっとこれでわかりやすいかも。小さいのと大きいのが2つずつ、この大きい方でこういうちょっと手強い肩とか押したりとか。で、なんで私がこれを買ったかというと、リファだったりいろいろマッサージグッズ持ってるんですけど、お風呂にわざわざ持ち込むってなると忘れるし、まず持ち込むっていうことあんまりしないで結局手でやっちゃってたりしたので、置きっぱなしのこういうマッサージグッズがお風呂にあれば目につくから毎日使いそうだなと思ったので購入しました。もうだってこんなんね、お風呂に置きっぱなしにしてもさ、全然お風呂の見た目悪くならないのに500円っていうね、無印最高ですよねYouTube でも見ながら使いたいなと思います。続いてのアイテムはこちら、ヘアクリップ台のカラーが白です。なんでこれを買ったかというと、まあ、こうやって家でご飯を食べる時とかもそうですし、私今めちゃめちゃ髪の毛長いんで、すっごい髪の毛が邪魔なんですよ。あと髪の毛を自分で今カラーバターとかで染めているので、髪の毛が長いとこういうクリップが必要だなと思ったので2つ購入しました。とっても使いやすいし、最近白にハマってるので買いました。美容関連のお話続きで、こちらアクリルボックスの中サイズ。何のためにこれを買ったかというと、じゃーん、サプリーレとして買いました。めっちゃ可愛くないですか。アプリとかを使って飲む時間帯とか管理してるんですけど、またそういうお話は違う動画でお話ししたいなと思います。めっちゃ悩んだんですよね。中が見えないプラスチックのやつとか木製とか、どれだったらサプリをよく管理できるかなと思ったんですけど、やっぱり透明じゃないと忘れちゃうんですよね。デスクの横とかに置いておけばどこに何があるかすぐにわかるので、結局やっぱよく使うものはクリアなボックスに入れておくのが、ちゃんと飲み切ることができるんだなと思いました。以上で美容系、スキンケア、コスメの紹介でした。で、続いてはキッチン関連のおすすめのアイテムたちを紹介していきます。じゃじゃん、怖っ動画でナイフ出てくるの怖っ。小さい三徳包丁で、こんな感じのカッティングボードを購入しました。ちょっと危ないので開封せずこのまま紹介していきます。最近美容のために酵素を取り入れたくて毎朝フルーツを食べていて、料理の時に使っているまな板をフルーツにも使っていたので、ちょっと衛生的にも使い勝手的にもちょっとフルーツ専用のカッティングボードが欲しいなと思ったので購入しました。で、包丁はフルーツにちょうどいいサイズの包丁を持っていなかったので、ちょっと普通の包丁より小さめのサイズのものを購入しました。ちゃんとした使い勝手とかは、まあルーティン動画だったりインスタのストーリーとかでちゃんと紹介したいと思います。で、フルーツ以外にもね、ここでパンとか切ったり、最近ね毎朝楽天で買ってる冷凍パンとかを焼いて食べてるので、半分だけ食べたい時とかここで切ったりとかしたいなと思います。続いてのアイテムは、本格的にキッチンをとにかくシンプルでおしゃれにしたいと思って、今まで使っていたお玉だったりあのヘラとかを全部処分して、もう全部無印のものに揃えようと思って買いました。だから全部で31点なんですよ。もうとにかくアイテム数が多くなってしまったのはこのアイテムたちがきっかけです。じゃ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 ーん、めっちゃ
おしゃれ、海外のキッチンみたいになりそう。まず右から紹介していきます。こちらは味噌を溶きやすいように鍋に引っ掛けられる構造になっている味噌こしです。これめっちゃ使いやすそうですよね。価格が790円。もうね、こんなにおしゃれなのに全部1000円以下。おしゃれなやつで揃えようと思うと結構価格が張ることが多いと思うんですけど、無印で揃えれば一つ一つが1000円以下なので、揃えてもね全然1万円も超えない、むしろ5000円も超えてないの多分ので紹介していきます。ステンレス計量カップ、ステンレスお玉、これも650円。しかも、 もう無印はもうシンプルで可愛いだけじゃなくてね、利便性にもめちゃめちゃ優れていて、とにかく使いやすさをね作った人たちは考えてくれてるんだなと思いました。ここにね計量のメモリ測りがついてるんですよ。 15ml、30ml っていうね測りがついてるお玉です。そしてターナー、これは690円です。実はね、今まで全部こういうの引っ越した友達のいただき物だったので、実質今までずっと0円でキッチン料理用具がね整ってたんですけど、ちょっとさすがにね、もうそろそろ私もねお仕事ちゃんと頑張ってるし、可愛いもので揃えようと思って、こちらを新たな相棒にしていこうと思います。じゃーん、ステンレスサーブ用トング、サラダの取り分け用とかに使うトングなんですけど、肉をひっくり返す時に重たいんですよね。今までヘラとかだと飛び散って危なかったし、かといって菜箸でやると重たいし、なんかおしゃれなトングないかなと思って探してたんですけど、まあ、ステーキ用のトングは置いてなくて、このトングが置いてあったので、まあ、これでもお肉ひっくり返せるかと思ったのでこちらを購入しました。でこちらはステンレスマッシャー、私マッシュポテトが大好きで家で作ったんですよ昔、コップの裏側とかで。あれが結構めんどくさくてそれ以来作らなくなってしまったので、思い切って購入に至ることができました。でこれらをこのマグネットで付けられるタイプの棒にかけて使いたいなと思います。アルミタオルハンガーマグネットタイプ1190円。これに加えてタオルハンガー用フック、これ専用のフックなのでつけるとこんな感じです。やばい、夢が叶ったマジで長年この状態をキッチンに揃えたかったんですよ。やばい、おしゃれすぎる、おしゃれすぎる、重たいじゃーん、かわいい。意外にね、みんなこういう網とかにフックをつけて使っている方が多かったので、このね使い方はね、もしかしたらめちゃめちゃ使いやすいしおしゃれだなと思います。やば、一気にキッチンがおしゃれになりました。続いて黒留めクリップを2つ購入しました。これめちゃめちゃ便利で、もしかしたらどのご家庭にも置いてると思うんですけど、実はねこれをね1個も持ってなくて、なので今回は2つ買いました。ナッツだったり、あとお野菜が入ってる紙袋とかのクリップとして使ったり、お米の容器、詰め替える時の容器に入りきらない場合に袋をこういうので留めようと思って買いました。続いてのアイテムはこちら、お米を保存する容器です。今まで恥ずかしながらね持ってなくて、袋のまま使って、お米の袋を開封後は輪ゴムとかで留めちゃって出たんですよ。普通にね生活していくとどん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 キッチンの見栄えがね悪くなっていってしまってたので、今回は無印でそのキッチンの見栄えの悪さを解決していこうと思って、でその一つとしてこちらの米を保存する容器を買いました。これめっちゃおしゃれじゃないですか。しかも990円、こんなにおしゃれなのに990円です。でこれね計量カップもついているので超便利。こんな感じ、これはいい買い物ですね。キッチンアイテムはこれで以上です。続いて無印で購入した食品を紹介していきます。まずナッツ類、
これはナッツたちのこの効能目的に買ったというよりも、個人的にピスタチオとこのかぼちゃの種とこのクコの実がめちゃめちゃ大好きで購入しました。この動画を撮るのでね、本当は開けちゃダメだろうなと思ったんですけど、もう購入したその日の夜にこちらのピスタチオをもう開封して半分ぐらい食べちゃいました。まあ、無印は本当にね、もうナッツ類の取り揃えが良くて、用事とかなくてもちょっとおやつ系とかを見に無印良品の近く通ったら買いに行ったりとかよくしてます。で、かぼちゃの種はフィリピンって結構かぼちゃの種をおやつにすることが多かったので、なんかちょっと久々に思い出に浸るじゃないけど、ちっちゃい時に食べてたおやつが急に食べたくなったのでこれを購入しました。かぼちゃの種、クコの実、レーズンが入ってます。これほんとダイエット中とかに食べるのすごいおすすめです。ただね、寝る前とかに食べちゃうとね、眠れなくなる気がするので、夜は食べない方がいいなと思います。続いてスープ系、かぼちゃのポタージュと4種類の味噌ブロススープを購入しました。家で作るのが面倒だなと思うスープたちを買いました。例えばかぼちゃのスープとかね、かぼちゃって切るのも結構硬いし、ポタージュにするにも、例えばミキサーとかにするのも、ミキサー洗うのって結構面倒くさいし、なので手軽に取れるこちらを購入しました。で、こっちの4種類の味噌ブロススープも枝豆とかが入ってたかな、確か。うん、枝豆とかね、意外に面倒くさいし、ほんと調理が面倒だなと思う、でもちゃんと栄養も取れそうだなと思ってこちらを購入しました。これはね、まだ食べたことないので、よかったらストーリーとかで美味しかったよっていう投稿したりします。続いて、宮崎風冷や汁。これをね、2つ買いました。冷や汁大好きで、でも無印のね、食べたことないので、ちょっと今回試しに買ってみました。インスタとかで、私が地方の郷土料理とかを紹介すると、ニーナさん、奈良の人ですか?とか、親戚奈良の方ですか?とか、奈良が実家ですか?とかね、聞かれることがあるんですけど、全くそんなことはなくて、ただただ地方の行ったこともない郷土料理をね、ネットで探して作って食べてみるのが好きなだけですなのでね、宮崎も行ったことないんですけど、この冷や汁昔空港で食べた時に美味しかったので、家でも作ってみたいなと思って購入しました。はい、いかがだったでしょうか。今日は無印良品大量購入品の紹介でした。もしかしたら今までの人生の中でこんな31点を買ったのは初めてかもしれないです。キッチンの見栄えの悪さを解決したいっていうのと、まあ、ちょっと無印のコスメとか使ってみたいなと思ったのと、今回はね、夏に向けてのボディケアも紹介させていただいたんですけど、遠い昔の一品目なので皆さん忘れてるかもしれないんですけど、これめちゃめちゃおすすめだと思います。結構な広範囲にシュッシュッと吹きかけられることができるので、もう疲れていてもパッ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 と全身かけることができる。なんならね、普通ならね、背中とか塗りづらいけど、このスプレーだったら背中もシュッシュできるので、とってもおすすめです。全身に美白系の化粧水をね、振りかけることができる優秀なアイテムはマジで無印良品でしかないんじゃないのかなって思うぐらいプチプラでいいアイテムだと思うので、よかったら皆さんも試しに使ってみてください。それではまたね。